はい、ともちことまさえもんのパンダ大脱走スタート。このおっちゃんが変なやつ。かわいい、かわいいパンダ。どうした？俺が脱走、脱走ちゃっかり俺開いてるやん。おっちゃん捕まった。キモかった。せやん、大好きなんじゃないの？みんな、なんかすごいよって言ってるやん。トライ。気になるところをタップしましょう。答えあるやん。答えあるやん。猫が隠れて出てこないと一緒や。うん、脱出ゲームね。こん中に落ちるんだ。お前のポケットの中やろ。失敗。そう失敗。最低限。ちょ。まず横行ける。横行ける。出会ったもんな、さっき。あ、ちょっと、これ遊んだけどできない。もう出れんの。あ、失敗。待って、もういける。もうわかった。もうわかった。極めた。こうして。こうだよ。おお、鍵、ちゃんと鍵開けなあかんね。成功。おっちゃんがめっちゃ駒出してるやん。めっちゃおっちゃん駒出してるやん。次のステージ、いや、ベンチは絶対そうあるもん。もう無かった。あ、わかった。待って、わかった、失敗。キモ。わかりました。よし、じゃあ失敗したら交代していこうか。ケチャップ。いや、一瞬の間にそんな怪我せえへんやろ。あ、鍵閉まってない。脱走成功。いや、箱バンダなんかどうやって持つんだっけ。いや、ちゃうよ。あの、また違うバンダの頭にケチャップかけて、他の飼育員さんが驚いて出て行った隙に便乗して出て行ったんだ。なるほど。よし、まず、まあこれはな、罠やね。この黄色の温泉のな。うん、まあ、これやね、この。白いのは、なんかおかんが出てくる可能性。おかんじゃないよ。おかんじゃないよね。パンダを出てくる。そうやね。あともう一人、あともう一人。どっちか。よし。お腹でかなった。脱出成功。デブなんやからさ、もう降りられへんやん。横幅が無理で。あのでかいやつまた違うパンダ。この脱走しようと。あ、そうか。みんなで3人やから、ほんでデックくなって。めっちゃクリアしよる。飛行機が見えてんの。気合い出るのか。出るのか。草もない。お、クズやん。こうまで、こうで終わるか。で、どんつがやろう。うん、再チャレンジ。4面目にしてめちゃむずい。
前の頭にドンは？こんなにドン。うわー、催眠術、催眠術。まあでもこの渡すのは渡すところまではあってると思うんやけど、違うかな、そこが。うわうわ、あかんやろ。うわお池に落とせばいい。わちょっと待って、わかったかも。ちょっとやり直し、うん、まあ違うかったら嫌やねんけど。最強だね。で、ここに置いて、うわってやつを池に落とすかと思ったか、違うか。多分これは合ってんの。これ線をどう刺すかやねんけど、遊べたりもしない。鍵があるはず。いや、鍵かかってんの。鍵は、この、おじちゃんを油断させることができたので、出るの。あ、あ、何かを持ってた、持ってたら、この意見に落として、おじちゃんがなんか、行ってっていう間に、出るみたいな感じだと思う。でも、このギター持ってるコバルちゃんは、何なの？なんや、なんかいけたぞ。なんかいけたぞ。どういうこと？バイオリンをバーンって鳴らして、あ、ダメダメっていうときに、あ、ギターをもう一回タッチしなあかん。あ、そう、最低に、うん、やっといけたな。トライ。多分これ上を降りるのですか。パンダが飛んでる。多分、ウアーがどっかにおんねんな。どっか、ウア、ウア。じゃあ、ウアは、ウア、ファンとかおるとき。じゃあ、落ち葉の中身とか、落ち葉の中身。モデルってこと。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。二人おった？うわぁ。うわぁ。あ、出れんやん、それで。それで出れたんやん。おっちゃん、おっちゃんの前、うわぁってやつがしたらどんなんだ。まあ、かわいいな、でも。かわいいと思うのにな、これ。